ハーグとは、心筋活動電位の細分局を担う、カリウムイオンチャンネルケフヘル11.1を高度する遺伝子である。ハーグカリウムチャンネルは、それぞれ6個の膜貫通領域を含む4つの、同一のサブユニットから構成されている。S4 ヘリックスはアルギニンもしくはリシンを3箇所ごとに持ち、電位センサーとして作用すると考えられている。 S5 ヘリックスと S6 ヘリックスを連結している。ポアヘリックスは、その他の3つのサブユニットとの結合部分となり、イオンチャンネルの細高を形成して、選択等価性を発現している。選択等価の過程は、ケイクサーチャンネルの動作と非常に類似している。このイオンチャンネルの異常は、 機能喪失型変異により QT 延長症候群を、機能獲得型変異により QT 短縮症候群を引き起こし得る。心筋活動伝移の細分局の乱れから生じる QT 延長、短縮はともに致命的な不整脈の原因となる。このイオンチャンネルは薬物との結合や細胞外のカリウムレベルの低下に対して敏感である。どちらの場合も結果として、 チャンネルの機能低下や QT 延長症候群を起こす。ある種の抗不整脈薬、抗生神病薬、キノロン系とマクロライド系抗生物質において、QT 延長の副作用が見られることがある。心臓に対する副作用を起こす機構は他にも存在するが、多くの QT 延長を起こす例において、薬物とハーグカリウムイオンチャンネルとの間に、相互作用があることが知られている。 この現象の主な原因は、ハーグチャンネルの前提部分が大きいことによる。そのため、より多くの異なる種類の薬物がカリウムチャンネルと結合し、チャンネルをブロックする余地がある。このような薬物による QT 以上の危険性が認知されたため、行政当局は、臨床前開発における心疾患安全性の確率に対する勧告を、出したの薬学的臨床前評価。 この勧告は CHMP により2005年5月により承認され CHMP1 比423例にとして交付された。臨床前のハーグ研究は GLP 環境により行われなければならない。逆に新薬開発の観点からは探索の初期段階で候補化合物とハーグカリウムイオンチャンネルとの結合の強さを試験し、 新疾患の危険性をある程度回避することが期待できる。これにより開発費用と時間を節約することができるため2008年現在分子構造と結合の強さとの間の相関関係の研究が盛んに行われている。ハーグカリウムイオンチャンネルとの結合しやすい化合物には以下の特徴が共通して見られる。ハーグは1960年代 ウィリアム・ディ・カプランにより、症状媒において見出されたエーテル A5 を合遺伝子のヒトホモログであることからハーグ遺伝子と呼ばれる。この遺伝子に変異が生じた、症状媒をエーテルで麻酔するとダンスするように足を震えさせたことから、カリフォルニア州ウエストハリウッドのナイトクラブ、ウィスキーやゴーゴーにおいて、当時人気であったダンスにちなんで、エーテル A5 合遺伝子と命名された。 ありがとうございます。